知り合いに寄生バチの繁殖を研究していた学者で、今は独学で人間の繁殖について研究している女性がいます。32歳タマランチさんからいただきました。畠山幸子36歳独身です。今やってる人間の繁殖の研究とか、なんかきっかけってあるんですか？ずっと研究室で私は蜂のその交尾とかをずっと見てたわけですよ、研究のために。そしたら蜂っていうのは他の動物でもそうですけど、オスがすごいこう積極的にメスに対してアタックをするんですけど、私ずっとその男ばっかりの理系の研究室にいても私にはオスが寄ってこないと。これどういうことだと。全然こうメスに対して積極的にアプローチをしないと、ね、私もだから蜂のようにその環境に適応してこう繁殖戦略を変えないといけないと、いうことが分かって切実な感じで始めました。ちなみにその研究の成果とかってある？成果はですね、いろいろそのモテ本みたいなのを読んで研究をしたんですよ。その通りにで合コンとかでこうやってくるわけですよ。で大体ですね、91.92% の成功率で、統計的に言っても優位に、それも偶然ではないということが判明しました。なんかそのテクニックを教えてください。例えばその謎を作ってみるとかですね、なんですかね、ストレートに好き好きとか言って言うと男の子引いちゃうんですよ。草食系だし。でどうするかって言ったら、例えばオードリーさんたちと合コンしましたと。そしたらそのアメフトがお好きだと、ね、そういう情報をこうキャッチするわけですよ。そしたらお家帰ってですね、今実は小説を書いてアメフトのことをちょっと書きたいんだけど教えてみたいな感じでこうメールをする。でそうするとちょっと勘違いをするわけですよ。なんかこう例えばそれ春日さんにしましたと。でもそこには若林さんもいて、で春日さんはなんか教えてほしいんだなって思いつつも、なんで俺だけみたいな感じで、もしかしてこいつ俺に気があるんじゃないみたいな、ちょっとこう勘違いをするわけですね。でそういうところで、なんて引っ掛けていく。人間っていうのは謎を解きたい生き物なんですよ。だからあえてこう謎を作ってやって、で解かせてやるみたいな。でだからストレートに好きって言うんじゃなくて、その方が成功率が高いですよみたいな。そのテクニックで何人ぐらい落としてきたんですか今？何人ぐらい勝手に落ちちゃったみたいなのも入れると計算したら36人いましたみたいな。なんかメッセージあれば。メッセージは婚活中です。ご応募お待ちしております。